速報として、私の紙の本がですね出ることが決まりましたので、今月末にですね出ることになりました。少しでも悩めるサラリーマン、まあ、お金に関して悩んでいる方とか、まあ、将来に不安を持っている方、やっぱりこれ知らないんですね、多くの方で、まあ、それを伝えることができるので、お願いします。はい、こんにちは、木村です。今回はですね、フィリピンのコロン島というところからお届けします。そして今回、速報として、私の紙の本をですね出ることが決まりましたので、皆さんにお知らせしたいと思います。私は本名はですね、電子書籍を2冊今まで出していたんですけども、やっぱり紙の本となるとですね、内容ボリュームともにやっぱり違ってきましたね。もう10ヶ月ぐらい前から構想を練ったりとか書き留めてきまして、ようやくまとまってですね、そして今月末にですね、出ることになりました。本当に、ね、楽しみにしていただけたらと思うんですけど、私はですね、本に対してですね本当に思い出があって、それは何かというとですね、私は普通のサラリーマンで、まあ、そしてさらに、まあ、社畜だったんですけども、それまあ13年前にこの有名なロバート・キヨサキさんの金持ち父さんの貧乏父さんという出会いました。何でしょうか。それで、あ、こういった世界があるんだと本当に衝撃を受けて、もうこれやるしかないということでですね、そこから行動をずっと続けてきて、そして今では卒サラもできて、そして好きな時に好きなところに行って好きなことができるような人生にガラッと変わったきっかけになったんですね。まあ、13年かかりましたけども、ですからでも、それでそういった人生に関わることとか生き方とか、またお金に関わる資産形成に関係することって学校で教えてくれないじゃないですか。まして親兄弟が教えてくれないですし、やっぱり本の影響って大きいんですよね。ですからね、私はやっぱり本に感謝しているし、もちろん会ったこともないロバート・キヨサキさんから教えてもらって人生を大きく、これをものすごい、なんて言うでしょう、人間社会におけるすごいコミュニケーションというかね、つながりの一つだなと思っていたんですね。まあ、それで今回自分の経験、考えをお伝えしてね、少しでも悩めるサラリーマン、まあ、サラリーマンに限らずなんですけども、まあ、お金に関して悩んでいる方とか、まあ、将来に不安を持っている方、やっぱり日本ってこれから本当に大変になるじゃないですか。年金もあるかどうかわからないし、給与は上がりませんし、ましては税金は上がっていくでしょうし、物価も上がっていくでしょうし、ですからね、本当にお金に関して皆さん悩んでいらっしゃるんですね。それに関して、私の唱える不動産投資、まあ、投資というよりもですね、ついに投資ということじゃないんです。投資とは違うんですね。本当に仕組みを作って仕組みが稼いでくれると、しかもフロー型なので、もう管理会社さんに全面委託すると、まあ、例えば私がこのように海外に来ていたとしてもですね、管理をやりちゃってやってくれて、そして決まった日、毎月末に決まった日に一定額振り込まれるということができるようになるんですね。やっぱりこれ知らないんですね、多くの方はね。私も、まあ、今まで、1000人以上の方にアドバイスをして、300人を超える方がもう実際に物件、部屋とかを購入されて家賃収入を得ているんですけども、最初はみんな知らなかったんですよ、こういう世界になるということ。ですからいつかはね、紙の本出してみたいなと思う、そしてお伝えしたいなと思っていました。まあ、それをお伝えすることができるので本当に嬉しく思います。そしてですね、今回の本の内容なんですけども、まあ、今回最初の紙の本ということで、まあ、今後も出していきたいと思うんですけども、最初ですので、基本的なこのような、不動産を持って、つまり家賃収入を得て、そして、しかもそれが不労型、不労所得であって、そしてそれはどういう考え方、仕組みできるのかっていうこと、でそして最後に、木村式不動産投資を私が生み出したやり方なんですが、これが本当に再現さ高く安全にやれる方法ということで実績を持ってくることができて、
かなり出てきましたので、それについても触れています。ですのでですね、ぜひ、こういったことに関心がある方はね、読んでいただけたら、そして人生を変えるきっかけになったらですね、私は嬉しいなと思います。まあ、具体的なですね、日にちであるとか、あとタイトル、これも今最終調整中なんですけども、できて、あと Amazon のリンクとかもね、できるようになったら、またお知らせしたいと思いますので、YouTube でお知らせしますので、ぜひ登録しておいてください。あと、私は公式 LINE アップも運営してまして、そちらの方でももちろん、アナウンスとか、あとはセミナー情報などもありますので、ぜひ登録されると良いかと思います。登録の仕方はこの後流れますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、今回以上になりますので、また私の動画を楽しみにしていただけたらと思います。今日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。私のラインアットでは、YouTube では発信していない不動産投資のより具体的なノウハウやセミナー情報なども発信しています。また、不動産投資ノウハウの動画13本と通話アドバイスを無料でプレゼントしています。興味のある方は、下の備考欄より LINE アットへ登録してみてください。